ございます、柴田咲です。今日は何するの柴咲？今27歳で結婚適齢期ということで、最近すごい友達の結婚式に行くんですけど、あ、私もあの結婚式したいなとか、あんな風にしたいなって思うことがすごい増えてきたので、その結婚式について聞いていきたいと思います。モデル柴田咲、現在27歳で周りは結婚ラッシュ。この番組でも結婚への憧れを口にしてきた彼女。結婚したいな。結婚がしたいっていうか、結婚式がしたいってこと？え、まあまあそこは大丈夫です。何でもいいですよ。とりあえず行きましょう。レッツゴー。実は結婚式もファッションのように時代とともに流行が変化しているんです。そこで今回、柴田咲が人気の結婚式を徹底調査。今週のかわいいジャパンだは最新ウェディングだ。ゴンドラで登場、スモークに金屏風、豪華な結婚式が流行った時代も過ぎ去り、最近の結婚式トレンドはありのまま婚。花嫁が登山姿で、花婿がみんなとバンド演奏。なぜ今ありのまま婚が人気なのか、素敵な会場やドレス、気になるお金事情まで調査しちゃいます。本当にテンションが上がる、本当にテンションが上がる。6人のモデルたちが気になる日本のトレンドを世界へ発信する番組、かわいいジャパンだ。